えー、皆様、えー、最初からですね、あの、温かい拍手いただきましてありがとうございます。えー、私、第一カッター工業を代表しております、高橋です、えー。私どもの説明会させていただきますので、本日はよろしくお願いいたします。マスクの方を取らせていただきます。あの、会社の説明会のですね、あの、資料の表紙に、えー、自分たちの会社の様子を 掲げない会社も珍しいのかなとも思いますけれども、えー、こちらの方はですね、あの私ども、茅ヶ崎市の新しく小学校に上がる児童たちに昨年より、えー、安全のための黄色い帽子を寄贈させていただいておりまして、えー、そちらの感謝状の贈呈式が先日あったんですけれども、サプライズで昨年帽子を、えー プレゼントさせていただいた児童たちから寄せ書きをいただきましたすごくあの感動してですね私も少し涙ぐんでしまったんですけれどもこのようなことをずっと続けられる企業でありたいこのような寄贈に対して恥ずかしくない企業でありたいそういうことを改めて決心いたしましたまたこれも皆様と え、共有させていただきたいと思います。え、それでは本日の、え、説明会ご覧の項目及び流れに沿ってご説明をさせていただきます。まず最初に当社の置かれていますマーケットに関するサマリーとビジネスモデルについてお話をさせていただきます。え、私どもの 属している建設業のマーケットですけれども、全国的なインフラ構造物、こちらの老朽化が顕著になっている状況で、国の中でも大変な問題、課題になっていると考えております。それに伴って、インフラの維持、補修に関する市場は、今後も顕著に推移することが見込まれております。 大チカッターは、基本的には、物を作らない会社です。構造物を新しく新設する局面ではなく、構造物を維持、修繕する局面で、ご依頼が多いものですから、私どもにとっては、このマーケット環境、今後も安定していくものと考えております。特徴といたしましては、ご紹介にもありました通り、物を作らない 建設業の会社として下請け専門でやっております元請けとしては請け負いをしておりませんその中の全従業員のうちの約6割が現場職職人となってます多分その人数はですね日本でも一番ではないかというような認識をしております 55期今迎えておりますけれども、最終的な赤字になったのは1期だけですので、安定して収益を上げ続けている会社と思っております。投資のメリットにつきましては、その安定した収益を計上してですね、今後は配当成功の上昇、それから成長に向けた投資、 こちらの方を進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。私どものビジネスモデルにつきましてですけれども、高度経済成長期に建設された道路、橋、トンネル、下水道、こういった社会インフラは老朽化で回収、補修のニーズが高まっていることは先ほど申し上げました。建設市場自体は 今若干公共の部門、それから民間の部門と上がったり下がったりという、まあ、大きく見ると横ばいなんですけれども、その中の維持、修繕、管理に関する費用の比率は伸びてきている状況であります。合わせてですね、国が推進しております国土強靭化計画、 こちらの方も、景気の方の後押しをしてくれています。国土強靭化計画を出してもですね、実際その補修に手をかけて、まだ未着手な部分もかなりございまして、5か年の加速化対策というものも追っかけて国の方はやっております。それでも、 技術的、それから人、こちらの方の課題は、建設業全体ありますので、後ほど説明をさせていただきたいと思います。それでは、会社の、大使カッターという会社につきまして、また掘り下げて説明をさせていただきます。私の挨拶のページのところでですね、 あの、自分の自己紹介を少しさせていただきますけれども、えー、私、神奈川県の、えー、肌の市生まれで、えー、ございます、えー。丹沢のふもとでですね、美味しい水に、えー、使って、えー、生まれて、えー、丹沢のふもとだけあってですね、えー、もう10歳ぐらいの時からも花粉症になっております。花粉歴40年。 の今50歳です。えー、まあ社員と、えー、距離が近い社長でいたいというふうに、えー、考えておりまして、えー、それがひいては風通しの良さ、えー、これにつながっていくんだろうなと思い、えー、日々、えー、接しているところでございます。えー、私どもの会社の、えー、理念、 といたしましては、特化した技術と高いサービスを持って社会に貢献し、最良のグループとなることを目指すとしております。この最良というのは、社員にとってお給料もらえるところ、居心地がいいところ、家族にとっても誇りに持って、旦那さん、奥さんを働きに出す。 場所株主さんにとってもいい会社だねじゃあ投資をしよう応援しようと思ってくれるそういった採用というメッセージを追求していきたいと考えております切るはつる洗う剥がす削るという5つのキーワードございます建設業の業界用語になってしまうんですけれどもハつるというのは壊すという意味合いで使っておりますこの キーワードを掘り下げていくことで,です,、ね、すごくニッチな市場なんですけれども特化する強みがあると思い活動をしております会社の遠隔を少し紹介させていただきます本社創業が神奈川県の茅ヶ崎市から起こっているんですけれどもサザンオールスターズですとか加山雄三さんですとか 有名な著名な方がいらっしゃるおかげで茅ヶ崎市というのが全国的にもですね知名度を有しておりますので私ども営業するにあたっても茅ヶ崎の会社なんだねというところで割ととっつきやすく接していただいているところでございます。この55年間見てみますと 何回か踊り場を迎えておりましたけれどもエリア展開拡張してきたり扱う講習を増やしてまいったり M&A によるグループ展開をしていくことで現在のような成長の形を取らせていただいております2017年には東証1部に市場替えをいたしまして 直近ではプライム市場への申請も承認をされております。今後の成長を考えていってもですね、どんな地域で仕事を展開していくのか、空白地域を埋めればいいのか、事業を掘り下げていく方がいいのか、そういった将来に向けての考えをしっかりみ,なみんなと共有をしてですね、 着実な仕込みを継続していきたいと考えております。証券市場の時い、えー、としては、最近は、えー、かなり不安定なものになっておりますけれども、この2年間の株価の推移といたしましては、日経平均を上回った推移を見せております。えー、収益力としては安定しておりますので、えー 配当をこれまで通り、出してこれておりますし、これからもその点につきましては、最大限に考えて配慮してまいりたいと思っております。また、PR、PBR に関しましても、まだまだ改善の余地があると自覚しておりますので、こちら、本業への投資による成長と株主の皆様への 還元を強化することでこちらの数字も上昇していくものと考えておりますそれではグループの事業の特徴について説明をさせていただきますセグメントはですねご覧の通り切断・先行工事事業ビルメンテナンス事業リユース・リサイクル事業の3つに分かれております 売上高、セグメント利益の割合をご覧になっても、お分かりの通り、主力のセグメントは切断先行工事事業となっております。この切断先行工事事業はですね、えー、建設現場で、えー、いろんなところで使われている工法になっております。 よくあの化学メーカーさんとかの CM でこんなところにもなんとかとか、えー、ありますけれどもそれと同じようにです、ねえー、水の中であったり、えー、プラント電力発電所の中であったり、えー、橋鉄道空港、えー、高速道路いろいろなところで私たちの技術が生かされているとご認識していただきたいと思います。 なかなかニッチな仕事なので少しあの動画を用意しましたので、えー、ご覧になっていただきたいと思います、えー、お主な仕事の一つに道路の舗装を切るという、えー、仕事がありまして、えー、工業用ダイヤモンドを使用した、えー、これは刃ですねそれを使ってコンクリートアスファルトを 切断しております。水道工事、下水道工事、解体工事などで用いられております。こちらの方は、今度はそのダイヤモンド工具が筒状の工具になって回転させることで穴を開けたり、ワイ、ロープのようなものに焼結させて、それを巻き付けることで切っていく。これは煙突なんですけれども、80メーターぐらいの煙突を 重機が届くところまで切って上だけ取っていくこういったこともダイヤモンド工法の利用の一つになっておりますウォータージェット工法の方では水を使ってコンクリートを鉄筋を傷めずに取り除いていくというところで最近一番利用されているのがこの高速道路の障版のリニューアル えー、それから、えー、橋脚の補修はいこういったところで、えー、使われております、えー、事業の特徴の、えー、説明に戻りますけれども先ほど道路を、えー、切っておりましたけれどもそちらの、えー、工事が始、えー、めです 会社の一番最初の仕事なんですけれども、ダイヤモンド工法、ウォータージェット工法など、最近は大型化、高度化している状況になっております。大体ですね、私どもの年間取引していただいているお客様、地元の工務店さんからスーパーゼネコンさんまで、年間6500社ぐらいお付き合いをさせていただいております。 それほどです、ね、幅広いお客様がいらっしゃるということは、えー、大きい仕事大きい仕事というのかな、えー、すごくあの小規模な仕事から、えー、すごくあの有名な現場まで,です、ねえー、ご利用いただいていると、えー、ご理解いただければと思います。 ダイヤモンド工法の特徴といたしましては、振動、粉塵、騒音、これが少なく、安全性、効率性、経済性に優れている。ですから、特に解体工事なんかにおいてもですね、重機で壊していくんではなくて、静かに取り除いていくんだよというところで、病院の改修工事などにも使われております。 また、アスファートを切ってですね、その水を使いながら刃物を冷やして切断するんですけれども、そちらで発生したオデは産業廃棄物の扱いになっておりますので、それを自社で運搬して、自社で処分するということも行っております。ウォータージェットの方は先ほど水で取り除いているところが出ておりますけれども、 水の特性としてコンクリートの傷んだところだけを取り除いていくことができる選択性といいますけれどもその選択性というのが長く物を使いたいといった時にここは健全だから残そうねここは傷んでるから取り除こうねそういった活用がされております下地処理工法の方はですね 床の痛み床に塗られた塗装が剥がれてしまったからまた塗り直そうじゃあ今ある塗装を一回剥がそう新しく塗るためには下地がしっかり処理されていないとお化粧がまた剥がれてしまうから下地をこう,うまく荒らしていこうまた新築の中では コンクリートの本来の強さを出すために、わざと表面を磨いて仕上げる。こういったことが下地処理工法の特徴であります。はい。じゃあ次に行きましょう。えー、次にビルメンテナンス事業についてなんですけれども、えー、ビルメンテナンス、これは商業用の建物のメンテナンスではなくてですね、 主に居住用のマンションの雑配管の洗浄をターゲットにしております。台所、洗面所、それからお風呂場、こちらの配管の定期的なメンテナンスに活かされております。はい。最後に、リユース、リサイクル事業についてなんですけれども、こちらの方は、事業会社様より、えー 応援機器、パソコン、タブレット、こちらを中古で買い取って、えー、検査、それからデータの消去、こういったものを行って、また市場に流す循環型の事業を行っております。はい。私どもの強みといたしましては、えー、切断先行工事のパイオニアでございまして、幅広い 広報を取り扱っている会社ですこちらをいろんな紹介をさせていただいた講師をですねお客様の方に提案をする提案力それからその横の拠点展開をしている中での施工力組織力パイオニアだけあってやっぱり職人の集まりなので 腕には自信がありますからそういった技術力協力会社の約売上げの半分協力会社にもお願いをしておりますんで協力会社さんとのネットワークも構築していこうというのが私どもの強みになっておりますそれでは事業分析としてポジ,ポジショニングのマップの方ですね 私どもの置かれている市場につきましては先ほどもお話ししましたけれどもリニューアルが建設の中でのマーケットとして占める割合が年々高くなっていってございますリニューアル市場はですね2006年度には建設投資のうちの大体20%を ぐらいだったんですけれども2023年度にはそれからまたさらに上がっていくというような見通しが立っております私どもの仕事分かりやすく言うと歯医者さんが使うドリルのようなイメージをしていただくと分かると思うんですね傷んだ虫歯の部分だけを歯に影響がないように痛くないように取り除いていくこういった 仕事がですねこの新しくものを作っていく時代から今あるものを長く使っていこうという時代にマッチしているとイメージしてもらえば分かりやすいと思っておりますそんな業界の私どもの仕事の特徴はニッチなんで大手の企業さんがなかなかこう参入しにくい。 でえー、壊して、切って、えー、それで終わりなので、手離れがいいんですね。で、あの物を作って引き渡すわけではないので、えー、保証とかも、えー、特にあるわけではございません。で、6500社ぐらい、えー、お客さんがいますと、えー、言いましたけれども、えー、安定した顧客の携帯を有しております。 東日本に私どもの営業所、西日本にグループ会社という形で展開をさせていただいております。はい。それでは、えー、グループの経営戦略についてご説明申し上げます。昨年、中継の、中継を、えー、策定して、2022年から 2024年までの3年間に向けた、えー、戦略を公表させていただいております。腰、えー、につきましては、人材戦略、えー、優位性強化戦略、ガバナンス戦略、成長戦略、えー、この4つから成り立たせております。私ども、えー、同時にですねあの、パーパスという、えー、平時も有事も社会インフラの安全を守り、 安定した社会を支えるという、あるべき姿、目標を作りました。この、あるべき姿に向かって進んでいく3年間として中継位置づけております。一つ目の人材戦略についてなんですけれども、建設業はですね、2030年に 340万人いると言われている建設業従事者の3分の1が高齢によって離職するという試算が出ておりますすごく元気な先輩たち多数いらっしゃるんですけれどもそれでもやはり高齢ということで残念ながら現場を離れてしまう方がいらっしゃいますその中でですね私ども 人がいる価値というのが今より高くなっていくと考えております。建設業だけではなく全産業、少子高齢化によって働き手が不足するという、もう分かりきっている中でですね、人がいることの大事さというのが今我々が感じている以上に将来大変な課題、大変な課題と同時に大変な武器にもなると思ってますので、 そこを見据えて人を大事にしていこう当たり前ですけどねそういうことを考えております私ども現在社員の平均年齢38.1歳か2歳なんですねこれを大事な武器として成長させていただきいこうと考えております次に えー、経営戦略の二つ目、優位性の強化なんですけれども、確かに人がいるのも優位だよね。えー、それだけじゃなくて、えー、市場としては今、高度経済成長の中で作られてきている構造物が、えー、相手ですけれども、えー、1964年ぐらいからこう高度成長始まってきて,ている中で、えー、建設投資のピークが1992年だ。えー あとまだ20年ぐらいずっともう社会資本の老朽化していくストック量は増えていってる。そういった中で人が足らないでしょうとかっていうもう課題が分かってる。じゃあ技術的にその中でも社会に役立っていく企業としてですね、しっかりした開発を行っていかなきゃいけないっていうところで技術の開発、研究、 グループ会社との人の交流も当然そうですけれどもその転換していることのメリットを生かしてこう協力会社さんにもあ大事かったと一緒に仕事すると自分たちも成長するんだよねというところを共有しながら成長して競争力をさらに高めていこうと考えております経営戦略の3つ目ガバナンスの戦略ですけれども 私ども、プライム市場への適合水準に合わせていくべく行動しておりまして、取締役会の監督機能の管理、監査部門の強化、こちらの方う、強化しておりますので、株主様への発信も合わせてですね、しっかり行っていきたいと考えております。 成長の戦略です、まあ、当然、えー、いろんなことを考えていく中で M&A に対しては、えー、事業のニッチな得意性があるところなので同じような、えー、切るはつららがつけずる、えー、こういった事業に親和性が高い会社さんとですね一緒になっていきたいなというふうに考えております。 宇宙関連事業ってあんたたち空へ行くのか、えー、と思われるかもしれませんけれども、えー、今宇宙空港大分県それから北海道こちらの方で動いていて一回宇宙空間に出てまた海外の宇宙空港に着陸して移動距離を短くしようという、えー、壮大な計画がありますけれどもそちらの空港っていったら 私たち、空港の滑走路に置かれているトーの設置ですとか、安全溝の方う、仕事させていただいておりますので、こちらも夢のある仕事として、将来、何かしら関わっていきたいなというふうに考えております。最後に、今後の業績と株主様への還元について、お話をしたいと思います。 貯金の業績はご覧のとおりでございます。先日、情報修正の発表と第2四半期の業績の発表をさせていただきましたけれども、この第2四半期、上半期としては過去最高の業績を上げることができました。次に、業績と 株主関連につきましてですけれども、2036年までは売上高510億、営業利益86.5億、これを長期的な数字として設定を、ここに行きたいねということで設定をさせていただきました株主様に対する還元方針についてですけれども、 私どもは過去3年間にわたって配当成功の引き上げを行わせていただいております。配当額に関しましても、今期の配当予想額は、前期18円だったんですけれども、今期は27円、大幅に増配する予定とさせていただいております。今後とも この引き上げについてはですね、最大限配慮して考えていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、以上ご説明申し上げました。ご静聴ありがとうございました。 はいありがとうございました、えー、それでは質疑応答の時間に移りますが第一カッター工業様には事前質問をいただいておりますのでまずそちらから紹介させていただきますはい、えー、事前質問です、えー、株主についてですねどのような方に株主になってほしいでしょうか、えー、会社を知ってもらいたいとお考えですかというご質問ですお願いいたしますはい、えー、私どもが関わる社会インフラの老朽化 対策は中長期的な視点で行われなければいけないと考えております。同時に私どもも社会にとって必要な会社として持続成長しなければならないと思っております。そこを理解してください。長期的に応援をしてくださる方が株主となっていただきたいと。 思っております私どもは工業ダイヤダイヤモンドのようにきらりと光る会社だと思っておりますその小さい輝きかもしれませんけれどもその輝きを知っていただく機会をですね発信としっかり考えていきたいと思っておりますしブランディングそれから社会貢献これを通じて皆さんに していただく努力をしていこうと考えております。はい、はい、ありがとうございます。え続きましての事前質問です。え御社は従業員のワークライフバランスの向上に取り組み結果を出されております。一方で経営陣のワークライフバランスは、えー、大丈夫でしょうかということでご質問いただいております。よろしくお願いいたします。ご心配くださりありがとうございます。えー 私ども従業員と同時に合わせてです、ね、経営陣の方もしっかりあのお休みいただいておりますのでワークライフバランス取れるようにしております大丈夫だよねはい大丈夫だそうです、はい、それでは続きましてライブをご視聴いただいている方からのご質問に移らせていただきますまず配当成功についてです えー、配当成功20%が目標というのは少し低いのではないでしょうかプライム市場としては30%を目指していただきたいという、えー、ご質問ですよろしくお願いいたしますはいありがとうございます、えー、20%目標はですね、えー 20%をお約束するという意味合いで取っていただければと思います当然おっしゃっていただきました30%今後も意識しながら経営の方を進めていきたいと思っておりますはい、ありがとうございます続きましてのご質問です公共事業民間工事の割合はどのくらいでしょうかあ、ごめんなさい民間と、えー 公共のですね割合はどれくらいでしょうかということですお願いいたします。はい、直近の公共工事の比率が六十五パーセント、民間の比率が三十五パーセントです。理想としては公共六割、民間の四割が理想になっております、はい。ありがとうございます。続きましてのご質問です。 国内事業だけであるが東南アジアなど海外進出は難しいのでしょうかというご質問ですよろしくお願いいたしますはい、えー、難しいか難しくないかで言ったら、えー、やはりあの知らない土地に行くというのは難しいのかもしれません、えー、ただ国内の中でまだまだやらなければいけないことが多、えー、く 3えありまして、今でもう高速道路のリニューアルの時期が5月11月あるんですけれども、本当にパンパンになってます。そのような中で、えー、海外に行くというのは、えー、難しいかなとは考えておりますけれども、将来的にはやはり私たちの技術が活躍する場、必要とされる場が海外にあるんであれば、そこにはチャレンジしていきたいと。 いうふうに考えていますスポットの工事は、えー、行ってるんですよ海外の中で、えー、ご要望があってお金があってっていうのが、えー、うまくマッチすればスポットとしてはチャレンジさせていただいております、えー、そのスポットを数こなしてですね海外の方に、えー、慣れて従業員の方を一緒に、えー、送り出していきたいと考えております はいありがとうございます続きましてのご質問です、えー、事業上のライバルはどのような企業でしょうか公開企業ではどちらになりますかというご質問ですよろしくお願いいたします、えー、事業上のライバルとしてはですね、えー、まあ、同業さん全国に約1800社いますので、えー、この業界まだまだ、えー 必要な仕事をしていると思いますので、業界発展のためにお互い切磋琢磨していきたいというふうに考えております。人材の確保の面では、建設業だけではなくて、全産業の中でしっかり魅力的な会社として発信することで、転職する方、新卒をして初めて社会に出る方、こちら の皆さんから大一カッターを選んでいただきたいと考えておりますはい、ありがとうございます続きましてのご質問ですえ地震や水害など、えー、予期せぬ、えー、需要、えー、お仕事のことですね、があの年々増えていると思います、えー、計画通り進める方が本当は儲かるのでしょうか、えー、または特需での売り上げがどのくらいあるのでしょうかというご質問ですよろしくお願いいたします はい。あの、災害を受けてですね、えー、その被災地の復興にお手伝いするのは、日頃から、その社会のインフラのメンテナンスに向けてお手伝いさせていただいている私たちとしては、恩返しのつもりで、えー、当たらせていただいて、えー、いますので、 あまり儲かるという表現はしたくはないんですけれども確かにこう再地,地震ですとか、ね、津波ですとかその起こった時に何もないようにインフラがまた再機能するこのために耐震補強ですとか防波堤のかさ上げですとかそういった準備の仕事が増えてきているようにもここ何年か 考えておりますそういった何があっても大丈夫なインフラ作りお手伝いをさせていただくべき会社として頑張っていこうと思っておりますちょっと答えになってないですけどすみませんはい、ありがとうございます続きましてのご質問です中期経営計画を見ると2022年6月期から2024年6月期まで 売上営業利益はほぼ横ばいのようですが、事業別の計画、施策を教えてください。よろしくお願いいたし2024年は連結で200億、えー、の売り上げ、それから利益が27億の利益というふうにしています。えー 事業別としては特にダイヤモンド先行工事の中ではですねそれでも 8%8% の成長で上がっている計算になっていると思います大きくですねそれほど派手な仕事業態ではございませんので大きくものが 売上が伸びたりするというのはないと思っておりますけれども、私どもの仕事を取り巻く環境というのはですねあの、今、インフラの構造物、国が法定点検を定めたんですね、2014年から5年に1回点検しなさい、それが2018年に終わって、今、2019年から2巡目なんですよ。 じゃあその4段階に分けてすまだ大丈夫4番目は、えー、ちょっと危ないから使うのやめようよ、えー、こういった段階になっているんですけども、その3段階、4段階の、えー、構造物の判定が出たものに対して、えー、すぐに直さなければいけないすぐに措置しなければいけない国でさえまだ34%ぐらいが未着手なんです。よ。 地方公共団体だったら64%ぐらいが未着手なんですこれをなんとかしなきゃいけないっていうのが我々の課題になっておりますので成長するペース多くはないかもしれないですけど着実に背景としては悪くはないと思ってますんでしっかりその時代の社会の要請に応えられるようにしていきたいと思っております人間でも嫌ですよね 自分で人間ドックしてここが悪いって分かってるのに、いつまでたっても処置ができない状態でいるんですよ。それが今の日本のインフラの状態です。はい、ありがとうございます。続きましてのご質問です。えー、御社の現在の売上は切断先行事業で、えー、約9割を占めますが、 2036年売上510億円時点での事業ポートフォリオのイメージを教えてくださいお願いしますはいありがとうございますえ、事業ポートフォリオの中で、えー、新しいサービスとして100億ぐらいのサービスを作っていきたいよねということを、えー、考えておりますじゃあそれ何なのっていうところなんですけども、えー、まだまだですね私どもお客様 これ財産なんですけども6500社のうち家族的な経営されてるところもいらっしゃいますし同業者さんでも1800社の中でも10名満たない中でお仕事されていらっしゃる方もいらっしゃいますそういった方々に提供できるサービスこちらの方は人を大事に人をあっての大事かあった 人があってのこのの維持補修の仕事こういったところから出てくる発想サービスっていうのはその人たちにも絶対生きるところがあるんじゃないかというふうに考えておりましてそれが新しいサービスとして展開できればいいだろうなというふうに考えてますまだ具体的にこれだというのはないですけれどもイメージを持って新しいものを 提供していけるようにみんなで考えていきたいというふうに思っておりますはい、ありがとうございます続きましてのご質問ですえ御社の ESG についての取り組みを教えてくださいよろしくお願いいたしますはい、えー、まずガバナンスについては先ほど、えー、お話しいたしました取締役の、えー、執行体制、えー、変えてですね社外取締役が過半数の、えー 監査役も3名いますけれども全て社外の監査役を迎えております環境につきましては、S、か S いきましょうね社会につきましては私どもがやっている事業社会インフラの老朽化に対する維持補修この事業そのものが社会の貢献につながって いると思いますので、その事業をしっかり継続して行えるような会社にしていこうと考えております。環境につきましては、騒音振動よくあの気候変動に対する対応というのも確かに環境なんですけれども、同じ環境でも騒音振動粉塵こういったものの抑制これも環境だと思っております。 私どもの広報を進化させていくことで環境に優しい広報を社会に提供できるものと思っております温暖化に対しては車それから機械まだまだ内燃機を使って動かしているものが多くありますのでこちらも低燃費 そういいいっったたもものも研究しててきたいと思っておりますまたあの今、バイオ燃料もですね一部、軽油で動かす機械の方には試験的に使っておりまして燃費だけではなく地球環境の CO2 削減の方にも取り組んでいるところでございます。 はい、ありがとうございました。ライブをご視聴の方からのご質問は以上でございます。えー、と会場の皆様でご質問になる方はいらっしゃいますでしょうかあ、はい、では、あの、そちらの方ですね。 ごご説明ありがとうございました、えー、御社の立場から言うと私はあのこれから日本のこう老朽化したインフラのためには絶対必要だと思うんですただ一つ気になるのは社名がちょっと大一かったっていうのが私はちょっと気に入らないっておかしいけどもう少しですね 例えば社会支援株式会社ぐらいがこうなんか横文字でも文字ってですねした方がどうも第一カッターというのはこう私の管理では印象は悪いんで社名をなんかそういった社会を支援する会社とイメージに変えた方がよろしいんじゃないかと,というふうに思います。 あの貴重なごご意見ありがとうございます。さすがに社会支援株式会社はイメージ的にはあの思いもつきませんでしたけれども、えー、第一というものに、えー、価値を感じておりまして、えー、今おっしゃっていただきました社会にとって、えー、いなければいけない会社だよね、えー、仕事の初めに第一に現場に行く会社だよね。 第一に選ばれる会社だよね。そういった第一カッターの第一というのを改めてですね、今見つめ直して、ブランディングの方を作っているところです。確かにあの、社名から事業を創造させるというのはすごく必要なことだと思っておりまして、カッターする会社だから第一カッターなんですけれども、社会に貢献するんであれば、 そういった貢献というところもまた発信するメッセージの中には混ぜていく必要があるんだろうなと思いましたどうもありがとうございますありがとうございました、えー、それではお時間となってしまいましたので以上をもちまして第一カッター工業様の説明会を終了とさせていただきます高橋社長ありがとうございました本日はありがとうございました